緊張する緊張するカメラを向けられるっていうかね向けられる今日はですね、最近買ったものをちょっと紹介していきます。機材関係のものですね。まずじゃあこちらスモールリグ製のリモコンですね。動画撮影するときにカメラ離れたところからでもこうレックボタンがね押せるっていうもので、Bluetooth でね α7C と接続するだけで OK っていうやつになります。裏面はこんな感じになってて、ここにボタン電池が入ってます。でネジがついてるんでリグとかにもね、一応装着できるっていう感じです。両サイドにスリットが入ってるんで、付属のベルトみたいなものがあるんで、何か棒みたいなものに巻きつけるみたいなこともできます。この本体真ん中にボタンが1個あるだけで、ここでレックのオンオフをするだけのためのものなんですけど、いちいち手伸ばしてレックボタンを押して録画止めるみたいな作業が、これがね座った状態でここポチポチ押すだけでできるんで、すごく重宝してます。続いてこちら、最近新しく購入したレンズになります。タムロンの 28-200mm f2.8 から5.6、 型番が A071 ですね。フィルター径は 67mm になっているので、今撮影で使ってるレンズのフィルターと共有して使うことができます。 ND フィルターはねこっちと付け替えてっていう感じでやってます。最近の動画でもちょこちょこ話してるんですけど、 28mm スタートでマックス 200mm まで映すことができます。室内でもある程度明るさがあれば綺麗に映すことができます。で今日ね今からちょっと撮影の練習しに行こうかなと思うんですけど、その時これに付け替えて撮影してきます。でここのフォーカスのところにはですね、スモールリグ製のフォーカスリングをね一応装着してます。これは最近フォーカスのね、こう手元で回すやつを買ったんで、それ用にちょっとねつけてます。続いてこちらスマーダの M 型雲台ですね。結構前に買ってたものになるんですけど、と紹介してなかったんでね今回紹介しておきますが、こんな感じでこの足の部分が M 型に変形するっていうやつなんですが、めちゃくちゃ便利でね、使ってます。折りたたむとこんな感じです。でこの部分ですね、ファルカムとウランジのクイックリリースクランプですね、これをつけて、着脱をねサクサクできるようにしてます。同じ M 型に変形する雲台、こちらエーゼルクローのフレックスチルトヘッド2っていうものがあるんですけど、こちらもね、合わせてここ2ヶ月ぐらいですね使ってるんですが、スマータの方がね軽いんですよ。なので外に撮影しに行く時だったりっていうのはこっちに付け替えて、で家で撮るかなっていう時はこっちに付け替えて、みたいな使い方してます。どちらも四隅に100均で買ったねコルクマットとかスポンジちょっとね貼ってカメラを置いた時に4点でバランスを取るっていうような感じにしております。 Vlog 撮影したりとか、 なんか物撮りだったりいろいろなシチュエーションで三脚使うと思うんですけど、僕は三脚よりもこの Z 型の雲台1個持っておくといいんじゃないかなと思ってます。三脚に比べたらかなり小スペースで置くことができるんですよね。三脚に比べて高さが出ないので、より低いアングルから撮りたいっていう場合とかあると思うんですけど、そういった時はねこの Z 型雲台が効いてきます。この M 型雲台に関しては別でねまた動画で紹介したいなと思います。次はこれディエティの VMIC D4 mini という新しいモデルですね。小型化されたショットガンマイクっていうんですかね、これは製品提供してもらってまして、今後レビュー動画を出しますが、最近もねちょこちょこ外で撮るときはこのマイク使って、おります。このマイクのシルエット自体はこれまでの製品とね、大差ないんですが、サイズ的にはかなりちっ
ちゃくて、ここにインプット用の差し込み口ありまして、ここにピンマイクとかをね差し込んでおくと、前方の音声はこっちで取りつつ、後ろに、ね、ピンマイク引っ張って自分の声をこのインプットから取ってっていう感じで、左右にチャンネル分かれてしまうんで後処理は必要になるかと思うんですが、前後でインタビューするみたいなこともちょっとできるようになってます。家出た時はこのマイクに変わっております。はい、で最後これファーウェイバンド6ですね。これまで腕時計は Apple Watch を一応使ってたんですけど、もう電池がなくなっちゃってて全然まともに動かないみたいなことがありまして、去年一昨年ぐらいからなんかいいのないかなって探してて買ってなかったんですけど、このねファーウェイバンド6、スマートバンドと呼ばれる新しいね系統のガジェットが出てたんで、これとあとシャオミのやつですね、それと迷った挙句こっち今回買ってみております。装着するとこんな感じなんですけど、まあ、スマートウォッチ的なものですね、時計とカレンダー、あとは降水確率だったり歩数計、通知が来たら通知確認できるし、心拍だったり睡眠のトラッキングもできます。このスマートバンドのいいところがバッテリーの持ちの長さですね。今までアップルウォッチ使ってたんですけど24時間持たない状態で、途中絶対充電を挟んで、またつけるみたいな感じでね、やってたんですけど、これは2週間ぐらい持つみたいですね。ちなみに昨日の昼間に開封してバッテリー100から今 83% まで、いってますけど、全然減ってないんでね、まだまだ充電せずに運用することができそうです。このスマートバンドはちょうどクーポンが出てたんですよね、 Amazon で7000円ぐらいだったのが6000円ちょいとかで買えてたんで、かなりお得でした。という感じでざっくりですが最近買ったガジェット関係の紹介でした。マイクの音量は今本体側で19に設定しております。だいたいマイクから30センチ40センチも離れてないかな、これぐらいのね画角で撮る時の音にちょっと合わせてます。ということで今から細かい用事を片付けつつ撮影の練習していきますが、レンズはねまだ変えてないです。でマイクはさっきのマイクに変わってます。 D4 ミニですね。はい、でカメラの下にはスマータの M 型雲台っていう感じですね。よし、なんかいっぱい写真増えてますね。インスタと、あ、インスタじゃないですかね。インスタとあと撮ってくれた人が、この口コミで、そっかそっか。差し入れ置いてきます。ありがとうございます。
がね、映像の記録と編集で今関わっているあわさけプロジェクトっていうのがあるんですけど、そのプロジェクトのメンバーの方2人ですね、写真家の方がいらっしゃって、今ねここで撮影会のイベントをしております。何枚か撮影して、それをこう、まあ、どの写真か選んでプリントアウトして投げ銭するっていうような形で、イベントやられております。で、今週の日曜までらしいんですけど、平日もねかなり人が来てるみたいで、ちょっと休日どうなんのかなってい うめちゃくちゃ混み合う可能性あるんで、もし興味ある方は早めに平日来れる方は来た方が、まあ、ゆったり撮れるかなと思います。写真プリントアウトする時間で、待ち時間あるんですけど、キッチンカー出てますのでジェラートの割引券とかもらえますし、あとピザ頼まれる方はマツケンブログ見立てソフトドリンクがね1本無料になりますので、ぜひご利用ください。Falling down, I will keep
この時間はね、めちゃくちゃ空いてます。買い物しやすいと思います。